決定戦まで残された時間はわずか。このタイミングで過去に2度苦渋を飲まされたあのチームへのリベンジのチャンスが訪れた。 FC 中井は成長を示すことができるのか。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂き。第31話、一抹の不安。11月3日にフィスコフットサルアレナ豊島園にて行われる東京都大会予選の最終戦、決定戦までの準備期間はあっという間に過ぎ去り、残りわずかとなった。その決定戦以降はフットサル正規の競技時間であるプレイングタイム20分ハーフで試合が行われる。攻守の切り替えが多いフットサルにおいて、試合時間が増えることによる選手への負担は想像以上に大きい。そこで中井は4回戦から4週間、一人でも多くのメンバーを戦える選手へと変えるため、徹底して強化を行ってきた。結構個人戦術にフォーカスして練習もしてたんですけど、その中で自分のプレーの幅っていうのは間違いなく広がってて、ボールを受ける動きだったり、フェイクして動き直しだったりっていうのは、今まで身についてなかった感覚がだんだんと体に身についてきて、それが本当に試合中感覚でできるようになってきたんで、そこはすごいいい4週間だったかなと思います。ボールを足で扱う以外は全く違うスポーツなんで、それでは戸惑うこと多かったんですけど、その都度聞いてたんで、監督コーチもそうですけど、グロッキーだったり、経験ある選手がいるんで、聞けば答え出るんで、そこは恥ずかしがらずに聞いてたんで、そうですね、日々理解度は高まってきたって感じです。もちろん戦術的な理解度が完璧なわけではないんで、もっともっと、高めていかなくちゃいけないんですけど、それ以上に、もう試合すぐなんで、試合に持っていく、コンディションだったり気持ちの準備だったり、何よりも自分がピッチに立ってできる仕事っていうのをしっかり整理できれば、試合でも活躍できると思ってるんで、そこですね、その準備ですね、自分がピッチに立ってどういう仕事ができるのかっていうのを、整理すること今多くの時間使おうかなというふうに思っています。確実に成長を続けている FC 中井だが、試合ごとに上がっていく対戦相手のレベルやまだまだ遠い F の頂きに、自身やチームの現状に対する危機感も増していく。やっぱり中井さん、佐藤さん、ひろき、今この3人がちょっとトップ等でやってて、あとのメンバーどうなんだって言った時に、やっぱりそこに食い込んでいける、その2セット組めるかって言ったら、やっぱりまだ微妙なラインかなっていうのは正直思っていて、なんかもっと自分に向き合っていいのかなっていう、シンプルに手を動かしてノートに書いたりとか、映像何回も見て、その選手がこのチームに何を求められているのかっていうのをちゃんとその選手が理解して頭に落とし込んで、それをやるためにひたすら練習できるのか、それをやろうと思ってここに来てるのか、で結果、今日ここでできてないであれば、やっぱそれの準備が足りてないだけ、そこに尽きるんで、マインドの部分とか、もっともっとそういう
思いのそのベースの部分を強く持っていかない限り、この先勝ち上がるのは厳しいかなと思う。そして決定戦を直前に控えたある日、2連敗中のあのチームと3度目の練習試合が組まれた。決定戦へ向けた最終確認である練習試合だが、それ以外にもリベンジという大きな目的がある。その対戦相手は関東一部リーグ所属、コロナフットボールクラブ権田。夏の強化期間での練習試合で FC 中井は大きな差を見せつけられてきた。7月中旬に組まれた1試合目はプレイングタイム15分2本を6対8、その後に行われたランニングタイムでの試合を含めるとトータルスコア7対14で敗北。その一月後に組まれた2試合目は同じくプレイングタイム15分2本を1対2、ランニングタイム15分を0対2、トータルスコア1対4で敗北。コロナフットボールクラブ権田の完成度は高く、スコア以上に細かい部分での実力差は大きく開いているのが現状だ。もう2回勝ったからもう嫌なんだけど。まあ1回目はまあコートがちょっと滑ったんで、まあ、その中でもまあ一応まあパフォーマンスは出せたかなっていう。中井の方もまあやることは徹底してて、徐々にレベルアップはしてるなっていうのは。で結局2対1でしたよ。そうですね。ね、前後半が、うん、まあやっぱり上げてきてんだなみたいな。ただ僕は出てなかったですっていう。はい。まあ3回目なんで、まあ佐藤と中井くんが出ても、まあそこ潰せば全然勝てるなっていう。あと伊藤くんか、元 F リーガーのところ、まあネットでも騒がれてますけど、F のところをまあ倒せば問題なく。いけるとは思うけど、頑張るのはそれ以外の選手なんじゃないのかなっていうのは、うちもそうなんですけど、だから今もずっと多分ね、ずっと強化してるのかなっていうのはある。そこが楽しみです。そうですね、サトシはもう長い、中国行く前からですからね、知り合いを通して、フットサルの知り合いを通してちょっと紹介してもらって、面白いやついるからっつって神戸行って、大分行って、まあそれも全部してたんで、長野行くのも全部してたんで、長野の話も聞いてたし、まあ、今やってることが俺は最高っていうか、まあ盛り上がってるし、ああやってね頑張れるっていうのはなかなかないと思うんで、自分もそうですけど、誰かしらそうやっていかないといけないとは思うから、もうすごいなとは思います。全然でももう負けたら終わりって聞いてるんで、まあ今後はどうなるのかなみたいな、負けたら終わりもったいないなとか思いますけど、せっかくここまでできてるから。2試合目から2月が経ち、伊藤の加入や乾の復帰、選手それぞれが大きな成長を遂げた今、この練習試合はリベンジの絶好のチャンスだ。スタート、佐藤弘樹、渡る、はい、俺、キーパーシロン、はい、今目の前の相手を絶対に倒すだけ。オッケー、よし、行こう、行こう、行こう、絶対に勝ちに行くから。よし、分かって、終わろう、もう1週間だね、全力を、全力を、勝つぞー。さあ、やろう、やろう、やろう、入るよ、入る、勝つよ、勝つよ、オッケー。俺らのベースにあるファイトスピリットっていうのを見せよう、ファーストプレーで、オッケー、勝ちに行こう、全員、行くぞ、オッケー。試合開始、決定戦を前に3度目の正直。ここでリベンジを果たして勢いづけるか。権田のゴールクリアランス、 FC 中井素早くプレッシャーをかけ攻撃の芽を潰す。ディフェンスから流れを作りたい FC 中井、伊藤がこの位置から寄せてボールを奪う。そして中井へドリブルで駆け上がりクロス、最後渡るには合わない。
序盤は FC 中井ペース、一気に裏の中井へ。キープして一度石崎に戻し、ここからドリブルを仕掛ける。そして伊藤へ、サイドを抜けてニアへ。これはゴールならず。権田、この位置でボールをキープ。ここから狙った、これは枠の外。前からディフェンスを仕掛ける FC 中井。石崎、伊藤のプレスから高い位置でボールを奪い、中井へ。中井が個人技で見せる。ここを突破してファーへ渡る。これを決めた。欲しかった先制点をものにした FC 中井。 FC 中井のキックイン、石崎から中井へ。これを収めるが相手ゴレイロに捕まる。権田のキックイン、大きく逆サイドへ。低い位置から抜けてダイレクトでつないでシュート。これは菊池がセーブ。試合の流れは権田に傾き始める。サイドを突破されパスを回されてしまう。細かくつないで、ここをダイレクトボレー。権田のスーパーゴールで追いつかれた。1対1。権田のパス回しに対して素早い寄せでボールを奪う FC 中井。明がドリブルで持ち上がりシュートするも枠を外してしまう。権田の攻撃、大きく逆サイドへ展開し一気に前線へ。このシュートは菊池が弾いた。代わって FC 中井の攻撃、伊藤をキープして右サイドを抜けた浩平。ゴレイロとの1対1。ここは相手ゴレイロに軍配が上がる。権田のゴールクリアランス、短くパスをつないで大きく逆サイドへ渡る。追いかけるも間に合わず、ここを冷静に決められ逆転されてしまう。このまま流れを持っていかれるわけにはいかない FC 中井。中井の素早い寄せでボールをカット。相手ゴレイロのロングスロー、ここはアキラが体を寄せ石崎がカット。そしてカウンター、右サイドの渡るへ。このシュートは相手ゴレイロのナイスセーブに阻まれる。権田のコーナーキック、シュートは伊藤がブロック。こぼれたボールを石崎、中井が抜け出す。ここは相手に一度防がれるもキープして石崎へ。強烈なシュートは枠に弾かれてしまう。権田のキックイン、ここを狙っていた石崎、しかし最後決めきれず1点が遠い FC 中井。代わって権田の攻撃、ディフェンスの間を突きパスをつなぐ。このシュートは枠の外。権田のフリーキック、ピッチを大きく使いサイド深くへ。このシュートはクロスバーに助けられる。続く権田の攻撃、中を使ってサイドへ。ここをドリブルで突破されてしまう。シュートを一度は防ぐもこぼれたところを押し込まれてしまった。FC 中井のキックイン、中井から伊藤、落としたボールを浩平、これは枠の外。 FC 中井、菊池のスローからの攻撃、中井がキープして石崎へ。ドリブルで持ち上がりシュート、これは相手ゴレイロのファインセーブ。前半終了間際、テンポよくつなぎ伊藤へ。しかしここは合わず、ここで前半終了。3対1、2点ビハインドで折り返した。おい、準備の時だけちゃんとやろ。準備の時だけねえ、タツは自分で遅いの分かる？準備遅いの分かる？ね、ラスト1秒取られてどうなる？
もうあれだと俺がゴーした瞬間にも相手はお前のモーションと一緒に、投げるってわかる。前残って前に絞ったボールをその後に攻めた。で、渡辺の失点とかもそうだけど 0-0 試合とか 3-3 の試合とかで失点するときってそういうプレーがすごく多いから、コーナーのリスタート、シュートを打った後の切り替えのとき、そこが絶対に鍵になってくるから、そこだけ集中して、あとはやるだけだから。OK。今3対1。ね、勝ちに行こう。よし、行こう行こう行こう。一人一人マーク、責任持ってついていって、一人一人戦おう。で、後半、ひっくり返そう。はい、勝ちに行こう。はい、行こう。はい、後半開始。行われた修正を生かし、この試合をひっくり返せるか。しかし最初のチャンスは権田。コーナーキックからボレー。これは枠の外。権田の攻撃、ここから一気に裏へ。中井奪いきれず、このシュートは枠の外。 FC 中井の攻撃、中井が受けて石崎へ。ワンツーで抜け出してドリブル、そして伊藤へ。サイドで勝負して中へ。このシュートは相手ゴレイロに防がれる。直後のコーナーキック、乾のシュートは枠の外。権田のゴールクリアランス。同じサイドでつないで大きく逆サイドへ。ここをドリブルで突破されてしまい、ゴール前。これを流し込まれ失点。4対1。突き放されてしまった FC 中井。しかしディフェンスからいい流れを作る。この位置で中井がカットしてドリブル。公平のクロスはわずかに合わず、再び流れは FC 中井へ。パスを回して相手ディフェンスのミスを狙っていく。中井、中へ運んで逆サイドの渡るへ。ここを突破してクロス。これは相手にクリアされてしまう。しかしすぐさまリスタートする中井。石崎一気に前線へ。こぼれ球に渡るが詰める。これで4対2。このまま追いつけるか。勢いに乗る FC 中井。素早い寄せで相手にプレッシャーを与えていく。ここでボールを奪った。石崎がドリブルで持ち上がりキープ。そしてアキラへ。これを外してしまう。しかしすぐさま切り替える。権田の攻撃、ここをワンツーで突破し逆サイドへ。この位置からクロス、ダイレクトで押し込んだ。5対2。続く権田のチャンス、キックインから中へ。サイドを抜けてシュート。これは菊池が防いだ。石崎からアキラへ。このパスは通らない。しかし石崎ここで奪ってループ。これは読まれていたか、ゴールならず。 FC 中井コーナーキック、ダイレクトでシュートするが枠の外。 FC 中井キックイン。中井スルーして石崎へ。そしてサイドへ抜ける。しかしこれはゴールならず。 FC 中井が立て続けにチャンスを作る。石崎から星野へ。キープして中井、裏に走る渡るへ。これは防がれ、星野のシュートもブロックされる。固いディフェンスを見せる権田。いい流れが来ている FC 中井。シュートはポスト。しかし乾が詰めてゴール。これで5対3。再び2点差。追いつくことはできるか。直後のキックオフ、ディフェンスから再び流れを作りたい FC 中井。
石関素早い寄せでボールを奪い星野へ、ダイレクトで伊藤、これは枠の外、権田の攻撃、抜け出したサイドへ、菊池がキャッチ、すぐさまロングスロー、中井トラップしてループ、これは外れる。直後のゴールクリアランス、中井素早い寄せで相手に攻撃を許さない。後半も終了間際、最後までゴールを狙い続ける権田、ここは伊藤がナイスディフェンス、菊池から一気に中井へ、ラストは星野、ここで試合終了。プレイングタイム20分を想定したランニングタイム35分2本を3対5、その後に行われたランニングタイム10分を0対1、トータルスコア3対6で敗北。強豪相手にリベンジを果たし、勢いをつけ決定戦へと臨みたい FC 中井だったが、関東一部リーグの高い壁にまたしても阻まれてしまった。基本的に通達で回しながら駆け引きで抜いていくから、その中で、まあ、それだけ、あとは切り替えの部分でディフェンスで、俺は特にディフェンスからだから、まあ、そこだけやれば全然違う、まあ、普通にやれるから、めちゃくちゃ誰よりも遅い、ノブと同じです、変ディフェンスの切り替え。相手が突破しに来た時の一歩目出る、その決断、出る決断がまず、もう2点目の失点の時はそれが完全に遅れた。お前らなんかには頼んで、俺出る、全部もう交代しない、俺もっと上手くなるわ、俺じゃないと勝てない。相手に1回でも自分のシュートが嫌だな、自分の体の強さが嫌だな、反転シュートが嫌だなって思わせたって思うやついる？じゃあ練習の中でやったことができた人いる？今できなかったって思ってる、みんなは。ね、一個もできなかった。どう？あと1週間。もう5週間あった時間が1週間になっちゃった。ね、負けたら終わり。この4週間。俺は、いや俺の伝え方が悪かったかもしれない、1個でも2個でも頻度が見つかるように、できることが増えるように伝えてきたつもりなんだけど、1個もできなかった。それはみんなの責任、俺の責任だと俺は思う。自分たちの責任、毎日がなんかこういつも思うんだけど、本当毎日の一日の積み重ねだと思うから、一個でも自分の強みっていうのを見つけて準備してこい。本田相手にやっぱり少し混乱する部分が前半には特にあったんですけど、まあそこは少しだけ修正できたかなって思ってて、まあ、先を見た時に、多分いい時間にできたとは思うんで、まあ、進んでいくしかないかなって思ってます。肌感覚になっちゃうんですけど、東京都予選の、まあ、決定戦っていうのは何か気が抜けてしまうタイミングになってしまうんじゃないかなと思って、
って、まあ、絶対にそれでも勝ちに行くんで、まあ、選手たちにはそこは期待しているというかやってくれるんじゃないかなって。11月3日へ向け残された時間はあとわずか。たとえどんなことがあろうとも目の前の決定戦を勝利し次の試合へと駒を進めなければ FC 中井に明日はない。勝つんだ FC 中井。来たる11月3日日曜日、東京都大会予選最終試合、決定戦の相手は十条フットボールクラブ。この試合に勝利し FC 中井は東京都決勝大会へと駒を進めることはできるのだろうか。